まず簡単に広瀬さんのこれまでのご経歴を教えてください。はい、えっと、私はの大学を卒業したときにあの、卒業した後にですね、あの証券会社で、えっと、約8年間ぐらいですかね、営業企画だとか、人事だとか、あるいはそういう本当の営業だとか、まあ、そういうのっていうのをいろいろ経験しまして、ちょうどですね、あのそれが1990年代の後半ぐらいの年だったんですけども、インターネットのこう、 ムーブメントと,いう,かグッとこう上がってきてきやはりそのインターネットっていうのは私はまあ個人ユーザーでももちろんあったわけですけども、はい、あのやはりそのあり方っていうのを大きく変える従来そのインターネット登場前っていうのはやっぱり情報っていう非常に大きな競争力っていうものはその大手の,そのマスメディアとかにこう集中していて個人っていうのはあの情報をこう受け取るのみっていうまあそういう構造だったんですけども。はい インターネットが登場することによって、その情報の収集とか発信とかっていうのも、まあ、どんどんその個人にパワーシフトが起こる。で、それによってその産業構造っていうのが大きく変わるんじゃないか。うん、まあ、こういうふうに思いまして、あの、もう大きなね、こう産業構造の変化があるんだったら、もうそこに飛び込まなきゃと思って、はい、あの、インターネット業界にですね、あの飛び込んだっていうのが1990年代の後半ですね。で、そこからですね、もう、あの、今、g m インターネットグループって非常にあの大きな、 あのインターネットグループということで社長の熊谷社長と一緒にまあいろんなその事業を作ったりだとか M&A やったりだとかまあいろいろその会社経営のこととかいろいろたくさんやりましてねその後ですねあのジムインターネットをやめた後に車の,その電気化とか通信化っていうその大きな社会トレンドっていうのがまあ来るって思ったので2008年ぐらいですかねあのそういうちょっと会社を業あのインターネット業界の仲間とこう作ったんですけども。 であのテーマとしてはね今あの EV の話になってますけど、まあ、あの正しかったと思うんですけどもやはりその事業がうまくいくかっていうのはちょっと別の話で、うん、その時はちょっとリーマンショックがあってこうやっぱり経済社会もその、まあ、資金調達の環境とかっていうのもやっぱりガタガタになっちゃったので,でその事業っていうのはちょっとうまくいかずにですねあのクローズをしたんですけども、まあ、その中ですこの自分が その情熱をこう燃やして取り込むテーマっていうのをまあ自分では常に探してるんですけどもたまたま2012年にあのビットコインのことを知りましてねこれ本当はたまたまだったんですけど経歴上私あのまあ金融と IT っていうのがバックグラウンドなのでそういう新しいその技術トレンドとかそういうシーズっていうのはまあ常にこう自分でこうサーチしながらそういうそ,のそこが与える影響だとかそういうものでを自分でこう考えたり研究したりするわけですけども。 あのビットコインの場合はです、ね、あのそのマイニングだとかそのプルーフォーワークだとかブロックチェーンだとか、まあ、そういうちょっと自分の知らない単語っていうのがすごく出てきてこれは一体何なのかっていうのがこうちょっと自分ででですすぐに理解ができなかったんですよね当時そのこれは何だろうと興味を湧いていく中でその行き着いたところというかレディットとかのそういうあの掲示板とかで,でそこでこういろんなことを交わしているのをこう見ながら。 あの何を話してるのかっていうのはそういう興味があってね、うん、で一つ一つそういうのっていうのをこうとあの自分の中で消化していったんですけども半年ぐらい経った時にそのビットコイン全体のストラクチャーっていうのが大体こう理解ができて当時その,あのやっぱり改ざんが可能なねあのインターネットの世界の中データ通信の中で P2P におけるその非中央集権型でそのデータの,そのまあ申請性っていうのをまあ担保できるような仕組みっていうのは あの非常に革命的だと思ったしもともとできないと言われたわけですからそれができるっていうことはもう革命的だしもうこれはそののもものを変えるる可能性もあると思ったんですねそであのやっとそのデータの新生性が保てるっていうことに関しては要するにお金として使えるっていうこともなるのでまあそうなってくるとインターネットにおけるその金融っていうのは結構課題だったんですけども。 それっていうのが改善できるとすれば、あの、私はあの、よく、あの、変革の、あの、大三元って言ってるものがあって、スマホ、インターネット、それから、ブロックシェアに始めた仮想通貨の技術、もうこの三つがあると、あの、まあ、要するに、デジタルの社会っていうのを大きく変えることができるんじゃないかと。で、やっとお金の部分っていうのが、これでピースが埋まったとすると、先ほどのインターネットと情報ですね、と相まって、すごい大きな変化が。 こう起こるんんだろうと思ったんですねインターネットの世界でもあれだけ大きな社会があって今度はそのもっと大きな、ね、その金融の世界だとすればもっとその産業構造が大きいんじゃないかということであのとてもこう興奮しましてね、うん、そこからですね、えっと、仲間がちょっといなか,いなかったので、うん、<laughs> そのちょっとこう,こういう話を共有できる人いないかななんて思った時にちょうど2013年ぐらいにあの当時あのマウントボックスが渋谷にあったので。うんうん あの東京ビットコインミートアップみたいのが細々ながらこう始まってでそこにあのコミュニティのメンバーとして自分も参加をしてみんなとそういう話でこう盛り上がってたんですけどもその時にやっぱり感じたのがあのそういう一部の人たちの,あのすごいこう熱量あのインターネットの時もですね昔あのビットバレーなんて言ってね あのインターネットの好きな人たちがこうこう盛り上がってた、はいたそのムーブメントだったんですけど、まあ、その非常にこう、まあ、ミニチュア版というかう、はい、あのビットコインの素晴らしさをこうみんなで語るわけですけどうう <laughs> まあそういうような会があってですねやっぱりあの自分が思ってたことと同じように感じている人がいるんだなっていう,うにこう思ってでやっぱりそういう一部の人たちっていうのはこれだけ熱狂してるっていうのはやっぱりそういうポテンシャルっていうのを持ってるもんだっていう,う自分で思いましてね。 ずっとこうそういうような活動をしててどうやったらこう普及するのかなとかいろんな課題ないかなみたいなことを話してたんですけどもであの2014年の、えー、と1月か2月かあの例のマウントボックス事件っていうのがあって、うん、そこであの日経にもこれドーンと出たんですけどビットコイン、えー、と500億円100円流出みたいなのドーンとこう出てで皆さんビットコインのこと知らないんでね、まあ、ビットコインっていうのはイコール詐欺なんだなみたいなのがこうん。 まあ蔓延したわけですよね、うん、私は当然そういうあの自分でこうねこう知ってるものですからビットコンのブロックチェーンとかってずっと見てるわけですよね。でそうするとそ,のそういう大きな社会のネガティブなそのプレッシャーに関しても微動だにせずその稼働し続けるブロックチェーンの姿を見てまた感動しちゃってこれはこんな大きなストレス・トリストがあったとしても耐えられるんだと。でこれはやはりあの素晴らしい技術なんだなと。 であの社会の人たちがこうほとんどが誤解をしてるんであればあのやっぱりその事業者がまあ健全な形でこの技術っていうのを普及させる必要があるだろうっていう、うん、まあそういうちょ,っとまあちょっとした使命感もあって、うん、その直後に今のビットバンクを創業したみたいな、うん、まあそんなストーリーリですな当時の渋谷で集まってたメンバーって、うん、どういうメンバーが いらっっしゃったんですか、はい、まずあのマウントグッスの社長のマークカルプレスだったりとか、はい、あと今バイナンスの社長の CZ とか、うん、あとはビットコインジーザスって言われてるロジャー・バーとかね、はいはい、今うちの,あの社員でもありますあのジョナサン・アンダウトだとか、うんはい、まあそういうちょっと割とこうコアで活躍されてる方っていうのが結構いらっしゃったんですよね。どういうい 話してたんですか具体的にいや、もうね、あの、ビットコインはすごいよねっていう話だけです。なるほど。<laughs> だから、やっぱり、あの、どちらかというと、やっぱテック寄りというかね、その、やっぱり、ビットコインの仕組みって、そういうシンプルなんですけど、非常に巧妙に考えて、エレガントなんですよね。で私も、あの、最初見たときに、あの、やっぱりこう、デジタルのアートっていうのって、こういうもんだなっていう感じなんですよね。だから今 NFT でこうねあの 画像がこうアートというふうに言われてますけどちょっと僕の感覚からするとやっぱりああいうあの既存の技術っていうのをこううまく組み合わせてその新しい今までできなかったものを誕生させるっていうまあそ,のそのアーキテクチャそのものが非常にこうアートに見えたというかなのであの本当のやっぱりビットコインなんかはもうそ,その存在そのものがアートだなっていう感覚ですよねちょっとあの偏ってるかもしれませんけどいいいい事業家として、はい インターネット業界、そしてブロックチェーン業界、うん、どちらも本当に、まあ、事業家として活躍されて関わっている方って、けうん、かなと思っておりましてあ、はいまあ、市場とか事業っていう観点から考えたときに、うん、インターネットが、まあ、事業として、おまあ、実際に GAFA とかがすごいインターネットを通して大きくなっていった会社としてあると思うんですけど、うん、そこと今の、まあこのブロックチェーンの、まあ、事業としての 事業を成功させるとか大きくしていくっていうための共通点であったりとか、うん、そこら辺は広瀬さんどういうふうにして考えてますか、うん、うんとやはりですねあのこの新しい産業が立ち上がる時ってその私の理解では今その社会とのこうフィッティングをこう図っている状況であってそのやっぱりあの既存の産業から見るとそういう異質なものっていうのってやっぱり ちょっともうよくわからないからもうね、うん、これちょっとこうミッとしておこうだとかまあそういうことになりがちなんですけど非常に有用な技術なので、うん、うまくこう活用できればもっとその既存の社会も社会全体がよくなると思うんですよね。でそういう中でやっぱりそのフィッティングを試す段階っていうのはまあいろんなところでやっぱりが起こるわけですよね、うん、要するに既存,既存の社会をベースに考えられてるからこう新しいものを取り込むだたとしてもそんなにすぐにはできなくて。うん でそういう中で、あのその過程の中でこういろんなこう事件だとかあの議論だとか、うん、まあそういうものがありながらちょっとずつこう最適化を目指していくってことだと思うんですけども、あのやっぱりあのビットコインの基礎技術っていうのが私はあの革新的だと今でももちろん思っているわけですけども、うん、なのでそのそれはもう取り込まれるのも時間の問題だと思うんですよなぜならその方が効率的なので。うん なのでそういう方向に行くんでしょうけども短期的な視点ではやっぱりこういろんなところでこうぶつかってくるんですよね。で,ね、うん、でインターネットの時ももともとそのインターネットっていうのはそのアメリカの研究所でねこう軍事利用のところからこう始まったわけですけども実際にその商用化されるっていうところにすごく時間かかったわけですよね。で日本でもその総務省があの商用化でこう自由、ね、あの民間でもこう扱えるようになったのっていうのが1980年代だったと思うんですけども。うん なでそこからそのプロバイダーっていう存在が出て実際に一般の方たちがこうインターネットできるようになったけどもでもまだやっぱりそのパソコンがこう使いにくいみたいな今の今で言ったらウォレットが使いにくいとかねまあそういう話なのかもしれませんけどちょっと一般化するにはちょっとハードルがあったんだけれどもそのパソコンが値段が安くなって 今度はその OS である Windows95 みたいのが出てきてやっと一般の人たちも扱えるような状況になった時にこうドーンとこう市場が拡大するわけです。うんうん、で暗号資産も多分同じような状況じゃないかと思っててやっぱりあの本格的にその一般の方々たちっていうのがこう受け入れるためにはやっぱりまだちょっとハードルが高いと思うんですよね。うん、やれ秘密書きみたいなその流出だとかねそういうような話があるわけですからでそういうところっていうのを整っていくとあの多分インターネットのように どーんとこう市場が拡大するフェーズっていうのは来るとは思うんですけれども、うん、まだ今ちょっとそういう手前ですね、うん、この間のインターネットのアダプションとの比較みたいなのがちょっとネットに出あって今1998年じゃないかみたいなこと言ってましたけども、うん、まさにそういうようういよなな感じなんでしょうねビットバンクの、まあ、創業まずなぜ、はい、その創業した時に取引所っていう形を、はいまあ、事業として選んだのかっていうところをもう少し先ほどの流れで説明していただければと思います。はいうんはい 実はですね、我々の取引所の事業っていうのは相当後発なんですよ。今のビットバンク、ビットバンク .cc っていうあの取引所のサービスがメインになってるんですけど、はい、2017年にこう立ち上がったので、あの当時あのビットレイヤーさんとかコインチェックさんっていうのはもっと早く取引所の事業やってたんですよね。で僕はあの実はの当初そのこの会社を立ち上げるときに、はいあの、ロードマップを実はちょっと作っていて、うん まあ要すするに事業構想ですよねでその中ではあの実は取引所っていうのは一番最後にしてたんです<ー>これはなぜかっていうとやっぱりそのお金的なものを扱うっていうことになった場合にその、えっと、要するにそれをきちっとお預かりするための体制っていうのができないと、うん、あのやっぱり事業としてや,っぱりやるべきじゃないと思ってたんです、うん、でスタートアップでこうやる時っていうのは何もないわけじゃないですか、はい、人もないお金もないでそういうい中で やっぱり取引所っていうのはそれのやっぱハードルが高いので,でここの事業っていうのを突き詰めればやっぱ信用なんでね、うん、でそういうところっていうのをきちっと体制が整えるまであのは他の事業をやろうと思ってあのやってたんですよ。はいはい、で結果的にあの参入っていうのは遅れてまあ、それちょっと事業的にはちょっとあのビハインドもあったんですけどもただあのその分やはりあのうちの場合っていうのは ハッキング事業ももちろんないですしそれなりセキュリティレベルの高いっていうを言われていると認識してるんですけどもそれはそういうことがちゃんとあの提供できる体制を作ってからやろうっていう、まあ、そういう思想があったからそうなってると思っててでそれまではやっぱりすごいあの苦労しましてあの全然こう商売にならないようなことをたくさんやったんですよ、まあ、ちょっと笑い話なんですけどもあの日本で初めてそのビットコインの ATM っていうのがね あのロボコインっていうのがあったんですけど、<ー>ライムさんっていうね、はい、あのす、あの三重にある。あの会社さんが、あの輸入したということで、まあそれを買って、東京にこうちょっと置いてみたりとかね。うん、で、あとはその、えっと、そうです、ペイメントの事業もやりましたね。うんうん、はい、ペイメントのシステムって、例えば、あの。今実際で、まあビットペイみたいなもんですよね。ああいうものをちょっと作ってやってみたんですけど、一日の、あの、取扱いの売り上げが。 2万円とか3万円でその決済手数料は200円ですとか50円ですみたいなもう全然商売にならないようなことやってたりとかでもやっぱり普及のためのファンクションにはちょっと必要なんでとかねもうこれもやめちゃったんですけどもあとは教育がねやっぱり必要だからということであのブロックチェーン大学校っていうのをやってでこれあの後にあの私の知人があのお金の学校っていうファイナンシャルアカデミーっていうのをやってらっしゃってでこれも一緒にやろうってことでフロックっていう名前をねちょっと変えてやったんですけど まあこういうものもやったんですけどコロナであのお客様集められなくてこうなんかあのやむなくこうクローズするとか、はい、まあそんなことを繰り返しててで、まあ、やっぱりあの事業としてあの成り立ったのはあのビットバンクっていう取引所ここが今こう残ってるっていうそういう状況で今はここに集中をしてるっていう,まあそう,いう状況です、はい、今今だとこのビットバンク社で取引所以外の事業ってどういうものがありますか、はいはい 基本的にもビットバンクのみなんですよ。うん、でただあの水面下であの構想しているものっていうのはいくつか事業ありまして、まあ、来年の早々に一つあの外部にはお出しできるものもあると思うんですけどもやっぱりあの産業の拡大のために必要なちょっとやっぱりあのファンクションっていうのがやっぱりあってでそれがそのやっぱり日本の中ではこう提供できてないみたいなのがいくつかあるんですね。でそういうういいいいファンンクショととのををちゃんと整備をしていかないと やっぱりその産業そのものは拡大しないので、まあ自分たちがやれて、えっと、自分たちがその強みをちゃんと発揮できて貢献ができてで、かつその産業全体に貢献できるようなもの、まあそういうものからちょっと一個一個ちょっとやっていきたいと思ってるんですけども、で今ちょっとそういうのを鋭意準備中ということで <laughs>、あの、そういう状況です。うん、はい。 具体的なファンクションってどういうファンクションが今、まあ、社会というかこのクリプトの市場がマスに届いていったりとか、うんうん、実際に社会のためになるところにいくまでの機能として今存在していないとか必要なものって何がありますかたくさんあるんですけど私が直近でこう日本の問題だなと思ってるのはやはりその機関投資家が参入できてないっていうところが結構大きいんですよね。うん、ね昨年の 秋口から特に始まったんですけど北米なんかはその名だたる基幹投資家がどんどん入ってきて、うん、今回あの今年あの相場が高かったんですけども、うん、一つの要因になってると思ってるんですね、うん、でそので今その起こってる状況っていうのはそういうその腰の据わった大きな桁の違うお金が入ってきたことによって市場の厚みが増えた、うん、でところがどんどんその世界にあるそのクリップっていうのはアメリカに流れてるわけですよね今。 で日本というのがどん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 そのあのポジションとして落ちる中でやはりその一つの起爆剤としては基幹投資家にもっと入ってもらえるような環境を作ってでそういうその今アメリカにこう流れてるものって少しでもねこうやっぱり脱会するべきなんじゃないかっていうに思ってて基幹投資家が参入してもらえるはやっぱりいくつかあの要素があって、はい、例えばあのカストリーの機能がないようとか、うん、今あの日本ではその、えっと、信託銀行っていうのは本来そこをやるんですけれども。 あの新た銀行っていうのは法令でその暗号資産の保管ってできないんですよね。とかあるいはあの機関投資家参入して金融商品を作るためにはそういうインデックスみたいなものが必要だったりとかあの通常日経225にこう連動するねどうだとかいろいろありますけどもそういうやっぱり信頼できるインデックスがないとかねいくつかやっぱりそういうような課題がこうあってやっぱりなかなかその機関投資家が あの、あるいはその事業会社が、こう参入できる、その、から、参入できにくいような環境で。あの、昨今話題になってますけど、まあ、税制の話も一つそうですよね。はい。あの、そういうところっていうのも、一個一個解決をしないと、あの。そういう前提条件は整えないので。自分たちができることで、そういうことっていうの、こう、一つ一つを解決をしていきたいなと思ってますね。はい。例えば、ビジョンとか、こんな課題を解決したいとか、そういう観点で。 ビットバンクならではの部分ってどういうところがありますか。いや正直言うとですね、あのあまり決定的な違いっていうのはちょっと出せてないんですけども、一つあの大きな特徴としてはあのオーダーブックの取引をメインにしているっていうところだと思うんですね。で私はあのえっとやはりその価格の透明性だったりだとかそのお客様へのそのコストの負担だとかを考えた場合に。 やっぱりそのオーダーブックそのものが顧客にとって一番いいものだと信じているので、うん、でそれによってまあ取引量もあの現,物現物取引っていう領域は多分国内でね一番だと思うんですけれどもあの多くなりましたしお客様にも非常に安い手数料で利用いただけてるっていう環境があるのでここがやっぱりその他社とはちょっと違う特徴なんじゃないかなと思うんですね。うんうん このやっぱりオーダーブックの取引サービスを作ると結構やっぱり大変でなぜかっていうとあの相場がこう上がったりとか下がったりとかでそういう時にもやはり安定してこうシステムをこう維持するその可用性を維持するだとかまあそういうことっていうのっていうのはやっぱり非常にこうあの難しいというかまあ要するに。 あの東京証券取引所を自分たちで作ってるようなもんなんでちょっと大げさに言えばはい24時間365日止まらずにどんな状況でも稼働させるっていうのはそれよやっぱり大変なことなので大変なんですけれどもやっぱりこれがお客様にとって一番いいものだと思ってるので頑張ってそれをこう提供したいと国内でやっぱりあのいわゆる OTC という販売所みたいな形式が非常に多いんですけどもこれあの あのやっぱり顧客にとってはその価格のの透明性いいいうのがやっぱり低いしコストも高いんですよね<ー>これはあの我々はちょっとやってるんでね全てを否定するわけではないんですけどもやはりそ,のそれがメジャーになってるっていうのはこれも世界から比べるとねあの非常に異質なことだと思ってるので<ー>あのやはりもっともっとそのあのオーダーブックをね強化するあの取引所が増えてくれればいいなとは思ってます。